N2P の村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、休憩イノベーション術特設サイトチルアウトです。ツイッターでハッシュタグ無理せずチルするをつけて引用リツイートすると、オートリプライで当落がその場でわかるキャンペーンです。それではレッツさん解説お願いします。はい、まあ、レッドブルと逆をいく炭酸飲料チルアウトというのがあって、まあ、休憩イノベーションリラクゼーションドリンクというビジョンで販売されていて、まあ、僕は池袋のサウナのカルマルで配ってるのを飲んだことがあるぐらいなんですが、まあ、このチルアウトっていうドリンク、ストレス社会にチルでクリエイティブなライフスタイルをというキャッチコピーで、お届けしていると、まあ、その通り結構イケてるデザインですよね。こうクリエイティブなライフスタイル感が出ていると。でその休憩イノベーションっていうのが掲げているものなんですけども、まあ、エナジーに必要なのは無理せずチルすることを啓蒙みたいな形になってるわけですね。まあその中でホリエモンさんとかさらば青春の光がこう休憩への新たな捉え方、まあ、イノベーションの方法みたいなものをプレゼンしていたりしつつ、キャンペーン自体は、まあ、動画があり、ツイッターを使って引用リツイートをしていきましょうみたいなものになってます。このドリンクのプロダクト AI が導き出したオリジナルフレーバーっていう、またここもフックになるような強いワードが入ってますよね。でチルアウトの通常版とゼログラビティカロリーゼロ版が出るということで、まあ、キャンペーン見ていきましょう。まあ、プレゼントは抽選で1000名様に、ボックス缶が当たるという、まあ、サンプリング的な内容で、で引用リツイート数に応じてプレゼント内容がグレードアップするという感じになってます。なので引用リツイートすると1万超えたらさらに 250ml 30缶ボックスみたいなでっかいのが当たったりとか、さらに1万5000までいけばオリジナル T シャツがついてきたりとか、まあ、そういったどんどん多ければ多いほどいいもんがもらえる仕組みになっていると。でキャンペーンの仕組みもフォローして引用リツイートすると動画でオートリプライがされる形になってます。なので参加者が多ければ多いほどいいっていうことですね。ちょっとやってみましょうか。無理せずチルするということで、これを引用リツイートすると、じゃあこれフォローして引用リツイートしてみます。こっちで無理せずチルするをつけると、でこれでツイートすると結果が返信動画が来るということですね。来ました。でこちら、チルアウトキャンペーンから当落が返ってきて、動画の最後に当たりか外れかそういったものがついてくると。まあ、なので動画を見ないと抽選結果っていうのがわからないため、まあ、動画の中にいろんな今回のキャンペーンですとか休憩イノベーションってどういうものなんだよっていうのが入ったりするわけですね。というわけで抽選結果はででん外れでございましたっていうようなオートリプライのインスタントウィンキャンペーンになってます。まあ、引用リツイートにすることでユーザーが自発的に投稿することにもなるし、企画の趣旨がタイムラインに流れていくわけですね。引用リツイートの内容がついてくるんで、でプラスハッシュタグが投稿されるんでトレンド入りも狙えるから一石三鳥なんですよ。フォロー&リツイートじゃなくて引用リツイートの方が。ただ僕の経験ですけど、引用リツイートのやり方がわからないっていうクレームが結構来たっていう話はありました。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。